ジャパン出てこいよ。ほら、隠れられてないぞ。太ましいボディがよ。トゥトゥールジャパンということで、アジアカップでございます。ポン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 。これ、いや、マジで俺らは勝ちにやってきた。マジで、もう、いいですね、シンプルですよ。こっから負けたら終わりっす。まーい。ちょっと腹が、わんぱくな T シャツやな、マジで。これ着るとわんぱくになっちゃうよ。わんぱくボディですよ、これ、わんぱくボディ。いくぞー。いや、マジでもうこういう俺、たぎる戦い見たかったのよ。もうこっからマジで、オールたぎりでいきましょう、もう。さすがにありえないっすよね。負けは。いや、もうね、ごめんなさい。正直ありえないです。すいません。もうこっから勝ちます。本当に。死ぬまで勝ってほしい、俺が。いや、でもいいね。ワンチャン、ワンチャン敗退の可能性があるっていうこと。やっぱそうなんだよね。あの、吐き気と隣り合わせの試合が一番楽しいんだから。負けたらどうなるの？一応。一応、ワンチャンあるんです。場合によっては通過できる。なんなんだよ。負けたらどうなるのっていう言葉はですね、この配信では禁止ですよ、マジで。本当に。負けはない。負けはない。負けはないです。クニさん320円です。待っております。富安、叩き潰す。かっこええと。いいね。やっちゃってくれよ。今日はね、あの、安富さんが、ちょっとスターティングラインナッチュに選ばれておりますから。つうか、もう安富さんのみならず。はい。今回のスタメンこんな感じです。ババンと。はい。はい。ゴールキーパー、ザイオン。はい。右からマイク、マッチ、トミー。そして、左、中山。はい。はい、もうバックスラインはもう総入れ替えですね。こんなことあるかっていう、首位通過の感じ出てきますよ。そうですけれども、やはりここはね、ちょっと一個、まあ、流れを変えるために、まあ悪くないんじゃないかと、むしろ結構見たいコンビなんじゃないかなっていうふうにね。それはそう。うん。そうそうそう。で、中盤、はい。はい、こちらです。ドン。はい、渡る。そして、旗手。はい、こちらの2名でございます。まあここもいじってきましたね。もうねー、うん、森、まあでも意外と。うん。あれか、3戦連続先発っちゅうのはあんまいねえな、これな。まあ、渡るぐらいですか、今の。渡るとザイオンぐらいですね。なるほどな。はい。そして2列目こちらです、ババン。はい。はい。堂安、タッケ、ケイト。はい、うん。こちら3人でございます。ケイトも普通に戻ってきましたね。やっぱね、ここの、なんかでワントップ、アヤスでしょ？はい。まあ、非常に、あれですね。なんてでしょう。ジャパン。ジャパンってやるな。なんだろうね。なんか非常に、ベーシカルというか。うん。これでいいんだよ、これでと。すごいなんか昔、ちょっと昔のフットボール感。うんうん、うん。あるような、なんか。そうだね。サイドバックも結構ナチュラルな感じでしょ、これ。うんうんうん。うん。伊藤さん、予想スコア。ちょっとやっぱりね、楽器に夢中なところ申し訳ないんですけれども。楽器にたしなまれてるようなところ申し訳ないんですけれども、ぜひともトークに参加してほしいんですよね。おぉ、すごいね。5-0! 来た来た5-0! すごい、本当音鳴るな、お前な。くぞ最高日本おー行きましょう日本日本はい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 ターンターンターンさあ、ということで、あれ何マーチス順だっけ、アサリじゃない、アサリマーチス順だ。うまい、ただ、一旦吉。一旦外、一旦外。よっ、うん、いやえ、ダメか。ないか。いや、ダメか。ちょっと見るか。ちょっと。一旦見てみるか。耳。入ってきてるでしょ。いや、堂安もね、いいんですよ、マジで。堂安、今季結構、今回仕上がってるわな。仕上がってんだよな。いや、手使っ。いや、だいぶハグされてるけどね。これ、あれじゃないですか、あの、マンチェスターダービーでこんな感じでハグされて倒されて PK もらえなかったっけ。いや、あったんすよ。これ、マジ PK な可能性ない。ダメか。よーしいやー、よく見てる VAR ありがとう。助かるぜ。いや、まあ、そりゃそうよ。そりゃそうや。だ、もう、がっつりだもん。がっつりだもん、こんなの。うん。おー、しゃ。優秀ですね。アヤスアジアカップの。いいですね。ちゃんと見てくれてるし、アヤスもね、ここ、いや、堂安のね、うん。この7名のパス。そして、日和らないアヤス。よくここ、戦い切ったね。うん。誰剣だ、これ。さあ、PK キッカー。アヤスがすごいか。アヤス。しかし。結構最近ボール持ってるやつじゃないやつ蹴りがちみたいな。いや、これはもうアヤス行くんじゃないですか。いや、わかんない。いや、行きましょう。
ふぅ。よーし、いや、これはうまい、これはうまい、幸先よし。さあ、今大会先制点初ではないか。ベトナム戦で先制点どこ？先制は一応こっちしてんな。だよね。いやー、ただいい PK だわ、これは。いやー、ナイス。いや、オッケーオッケーオッケー。ふぅ。いや、でも集中したもんな。うまい。いや、うまい。これはもう。これ止められんねえ。なかなか止められんねえな、これはな。うん。うん。おい、一旦な。一旦リード。オッケー、よく見てるわ、ちゃんと。いやー。審判もありがたいわ。確かあそこちょっとね、取ってくれない可能性あったから。うん、全然あったから。さあ、マジあとクリーンシートだからね。3試合連続2失点はさすがに言うてる場合じゃないからね。さあ、前半戦終了でございますな。ういー。うん。いや、まあ、1対0リード。悪くはない。やってるサッカー、悪くはない。うん。ただ、スコアだね。あとちょっと、まあ、うん。やってるがゆえに物足りなさを少し感じるが。そうだね。点が、変だな。ただもう、もういいんじゃないですか、これは。あとはもう、怪我が怖い。いや、それなぁ。あと1、2点取って、休ませたいね。トミーとかなぁ、フル出場怖えしなぁ。それなんだよなぁ。なかなか、なかなかしたくないしね、これね。西さん320円、おめでとうございます。この展開ならホールディング欲しい。いやさ、前の配信にもだけどさ、俺があんま言うことじゃないかもしれないけど、そんな展開ある最後の逃げ切りの時だけでしょ、それ、5バックの。枠内1ってマディソン？でも気持ち5だから。シュート自体は何本打った？でもシュートも。シュートもさ、そんなじゃない？ 5 本とかぐらいなのかな。そんなじゃないですか？で、飛びやすい気が怖いから、マジでね、大事に扱ってし、あげてほしい。それはもうグーナーだからというわけではなく、普通にもうね、日本人としてだよね。そう、シンプルにやっぱね。そう、アジアカップ勝ち抜くんだったらっていう。もう富安、実力はもう、分かった。分かった。もうハマるハマらないとかの次元じゃないし。そう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 。だからこそなんよな。出さないところは別に、富安マジでやってたりすんのかな、あれ。いやー、そんなバカだと思いたいけどね。これやっぱ長く富安見てますけど、あれはやれてる方の富安だと思うけどね。結構、即、怪我したら。富安はそう、なんか、ダメな時分かりやすくもう、あかんってなる。あかんってなるよね。そうそう。やれてる範囲だからそんな大丈夫だと思うんだけど。うん。さあ、富安は、います。普通におりまして、綾瀬もおります。アップしてただけなんか？他には誰かは、ケイティング中村もいます。誰も変わんねえかな、さすがに。俺怪我したな。いけっかな、俺、アジアカップ俺。応援団長として。やっていけるかな、これ。ちょっと、右の肩甲骨を痛めてますね、僕は。ういー、よいしょー。よいしょー。おさあ、前あ、待って。一旦ゲッツ！いや、いや、もうこれやってんじゃね？ケットやってんじゃね、これ。ファーフリー！言葉はいらねえ。これが見たかった最高のジャパンですね。これが見たかったんです。マジグッポ。それでいい、それでいい。オフもね、オフもない。いや、マジでめっちゃフリーだったもんな。完璧な形、もうそこしかない。うん。やさあ、綾瀬ハット行こう。綾瀬来たぞ。行こう。いや、ドアマジ預けてからのランも、めドアいいな。ドアこれはもう完璧ですね。しゃあ、はー、久々だね。なんかこういう感じになるのね。ね、ああいうクロスで綺麗に仕留めきれんのねえ、久しぶりな気がするわ。ドッフリーだったしね、あれはね。いや、気持ちいいですね。やっと、ちょっと解放されたわ、この点差から。トミーのパスからだったな、あれな。なあ。シュバッと刺して。やっぱちょっと前になったところ。なんかこれあれじゃない？なんか、4点取るいつものジャパンに戻ってくれたんじゃない？覚醒したか。覚醒というか、なんならもう、お帰り。お帰りか。お帰りジャパン。点取れてなかっただけだから。から変えて2点取られることもねえだろうしな。うわ、それ天才だわ。うわうまマジ
入ってねえ の入ってねえの今あれいや今ジーニアスループじゃないのこれ。今天才しかいなかったね、今ね。誰トミーパス出したのトミー。そっからトラップドア。もう、天才かける二人。いやあれ入ったことにしてくんねえかな。あっち、いやーどーいや、完全に今、あうんの呼吸やってたもんね、ドアンと二人で今ね。すごいピンポイントだったもんな、あのパス。ね。まあ皆さんは非常にね、あのコメント欄、あの、チクチク言葉で溢れてるんでね。まあ確かに荒いとはいえ、チクチク言葉を言うのはやめましょう。まあ勝ってるからね。そう、勝ってるから、今は。勝者の余裕も、そう。見せていかねばならぬ。うん。チクチク言葉やりたいんだったら、この配信以外でお願いしますね。はい。うん。お気に入りの。お早いよ。来た、クロス。綾瀬、うまい綾瀬の、打ったーハットトリックよよ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 よ入ってはいるんですよね。入ってはいるんだけど。入ってはいるんですよ。スコア、入って、動いてないんだけど、これ。え？なんか、ほら、今入ったか。今入ったか。普通に OG かな。あ、IJ がオフ。IJ オフ取ってるこれ。え、なんだ今のリアクション。まあ。まあ、入ってはいる。入ってはいるな。まあ、めっちゃ OG か。めっちゃ OG か。すげえ跳ね返り方したな。ボン。いや、ただこれを一度貯めてからこういう風にゴールに結びつけるって意味では、綾瀬はいいですね。いや、そうですね。うん、だこれはもう。実質ハット。実質ハットだ。じゃあ、まあ、もう一点いこう。もう一点だ。もう一点いこう。よいしょ。ふぅ。あ、チキンゴールしてるから、これ多分、ジュニアのとこの。ジュニアがオフあるかないかでしょうね。多分見てるでしょうね、これ。オフサイドも当然ない。コンプリートですね。コンプリートですね。チェックコンプリート。うん、さあ2023年流行語大賞に選ばれましたね、チェッキングコンプリート。いやえすごい、すごいな、あマジでねえ、クソゲーじゃんマジでこれクソゲーだってこんなのマジでおいこれやべえよこの戦術、マジでクソゲーだってこんなのいや、こんなのだから、俺は言ってんだって、ロングスローアンチだからさ。やばすぎるって。コーナーより凶悪なボールしてんじゃん。やばいでしょ、こんなの。ズルでしょうが。そこレベルのゴールキーパーが、あ、終わりましたか？終わりましたね。またね、よし！まあ、無事。うん。2位通過と。はい。まあ、2位通過ですね。あとはもう、韓国が来るかヨルダンが来るかって感じっすよ。ここ次第ですね。